菅総理大臣は今日、アメリカ、オーストラリア、インドとの4カ国の枠組み、クアッドの首脳会議に出席するため、ワシントンへ出発します。対面での開催は初めてです。菅総理は、自由で開かれたインド太平洋という安倍政権から引き継がれた旗印を掲げていて、日米豪印のこの枠組みを定着させることを政権の一つのレガシーとしたい考えです。この4カ国クアッドが集う背景には、東シナ海や南シナ海で影響力を強めている中国の存在があります。新型コロナワクチンの供給や気候変動の問題などに国際的なルールに基づく形で貢献していくことを地域にアピールする狙いがあります。またアメリカのバイデン大統領との首脳会談も予定されていて、TPP 経済連携協定への加入を申請した中国についてや、北朝鮮の核・ミサイル問題についても話し合う見込みです。この退任目前での訪米について、野党からは卒業旅行との批判も出ていて、次の政権につながる成果が求められます。